はい、今回の動画はパッチ 3.2 で新たに追加されるルーンについての解説動画になります。キーストーンにリーサルテンポとクラーケンスレイヤー。波動のルーンにジャイアントスレイヤーと追尾。不滅のルーンに魔除けのオーブとアルティメットシールド。典型のルーンにニンバスクロークと打ち壊しが追加されますので、すべて説明していきます。なおですね、本家の方のサモナーズリフトのアイテムだったりルーンの方を参考にしておりますので、ワイルドリフトだと少し変わっていく可能性もあります。はい、それではキーストーンのリーサルテンポから。リーサルテンポはですね、敵チャンピオンを攻撃すると、6秒間攻撃速度が近接なら 15%、遠隔なら 5% 増加します。この効果は最大6回までスタックするので、近接は 90%、遠隔は 30% がマックスとなります。この効果が上限に達しているとですね、射程距離が近接は50、遠隔は100増加します。で、Y リフにもサモリフにも攻撃速度の上限があり 250% がマックスとなっておりまして、この攻撃速度の上限が250から 1000% まで増加します。で、PC 版で採用されるキャラクターはですね、トリンダメア、ケイル、ジンクス、ヤスオ、ベイン、ジャックス、ハッシュ、ケイトリン、カイサー、などが選択しておりまして、自分のYリーフでの予想ですと、ADC はトリス、ジンクス、ケイトリン、ヤスオ、アッシュ、ルシアンなんかが相性がいいんじゃないかなと思います。で、続きまして、キーストーンのクラーケンスレイヤー。こちら本家サモナーズリフトはですね、アイテムの能力になっておりまして、通常攻撃が3回ごとに確定ダメージを追加で与えるという能力になっております。ただ、サモナーズリフトだと他ルーンとの兼ね合いだったりアイテムとの兼ね合いもあるので参考にはならない可能性があります。PC 版で採用されるキャラクターはトリスターナ、カイサ、ジンクス、アクシャン、マスター E、トリンダメア、ベイン、アッシュ、ケイトリンなどが挙げられます。で、自分の ADC のおすすめだと、ルシアンだったりベインなんかが相性がいいんじゃないかなと思います。はい、この追加されるリーサルテンポとクラーケンスレイヤーなんですけれども、増加幅、ダメージだったり AS の増加幅によっては、征服者よりも相性がいい可能性がありますので、その辺の動画も上げられればなと思います。はい、続きまして波動のルーン。まずはジャイアントスレイヤー。このジャイアントスレイヤーは自分より最大体力が 10% から 100% 多いとき、5% から 15% 与えるダメージが増加します。PC 版で採用されるキャラクターはですね、ユーミ、セナ、ジンクス、ケイトリン、ブランド、アッシュ、ベイン、エズリアル、ジン、ジグスなどが挙げられます。結構 ADC はソロレーナーに比べてレベルだったり、アイテム上 HP も低いので、結構積む可能性が高いんじゃないかなと思ってます。はい、続きまして波動のルーンの追尾ですね。この追尾はですね、スキルが命中した際に敵チャンピオンを1秒間燃やし、追加魔法ダメージを与えるものとなっております。PC 版で採用されるキャラクターはですね、カルマ、ユーミ、モルガナールル、オリアナ MF、マルファイトナミ、ジグス、ラックスなどが選択しておりまして、基本 AP 系で、ハラスが強いキャラクターで、さらにレーンを有利にするために選択するものとなっております。ワリーフだとやっぱモルガナとか、カルマとかが非常に相性がいいかなと思っております。はい、続きまして不滅のルーンの魔除けのオーブ。魔除けのオーブはですね、HP が 30% 未満になるような魔法ダメージを受けたとき、対魔法ダメージシールドを4秒間獲得するというものになっております。で、PC 版ではですね、魔法ダメージシールドのみのためですね、あまり選択されておりません。そこが魔法だけなのか、AD もいけるのかっていうのは期待ですね。続きまして、不滅のルーンのアルティメットシールド。アルティメットシールドは読んで字のごとく、アルティメットを打った際にシールドを獲得できるものとなっております。こちらはワイリフのみのルーンとなっておりまして、予想としましては、ラカン、ガリオ、J4 などのウルトエンゲージするキャラクターに積む可能性はあるんじゃないかなと思います。ただ、これはバリア量次第だと思っております。はい、続きまして、典型のニンバスクローク。こちらニンバスクロークはですね、サモナースペル使用時にサモナースペルの CD に応じて、2秒間 MS が 5% から 25% 増加します。で、フラッシュ TP は 25%。スマイトは 5%、その他は 20% の MS を獲得することができます。PC 版で採用されるキャラクターは、ヌヌケネン、ガリオとなっておりまして、ワイリーフではラカンケネンは確定で積まれるんじゃないかなと思います。ただですね、MS 同化っていうのはどのキャラクターとも非常に相性がいいので、本当に全てのキャラクターで積むことができると思います。フラッシュインとかした際にですね、やっぱ MS が大事なキャラクターでよく対応されてるかなと思います。はい、続きまして、典型ルーンの打ち壊し。打ち壊しはですね、敵タワーの周囲にいる場合3秒かけてタワーに対する強力な攻撃をチャージする。でチャージされた攻撃はもうタレットに対して大ダメージを与える。で、CD が45秒という風になっております。で PC 版で採用されるのはですね、基本的にスプリットするトップレーナーで、ハルブレイカーを持たせたりするのと非常に相性がいいです。またですね、サポートなんかも味方にタワーシールドを渡すために積んだりもします。で、ジグスは非常にタワー折るのが早いので、ジグスもありなんじゃないかなと思います。ちなみに本家だとハルブレイカーを積んだサイオンだったり、ヨリックだったり、ジャックスが試合をもう勝手に終わらせたりします。で、この典型のニンバスクロークと打ち壊しはですね、やっぱ典型のルーンって何を積むか迷うことって結構あると思うんですよ。アマトにするのか、マナフロにするのか、祭神にするのか、みたいな、って悩むことがあると思うんで、結構このニンバスクロークと打ち壊しは採用される可能性が大だと思います。はい、以上でルーンの解説は終了となります。パッチ 3.2 で追加されるキャラクターのエコーの解説動画も上がりますので、そちらも参考にしてみてください。なお、パイクとノーチラスに関してはですね、レックスチャンネルで紹介しますので、概要欄にレックスチャンネルの URL 載せておきます。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。